高津笠受刑玉隊は、浄土衆大、元山義光時代本願の第121世保守。二孔商人、大僧正全日本仏教婦人連盟名誉会長。高津笠信之と母、厚子の娘として東京で生まれる。俗名は、英子。幼い頃を杉並区で過ごす。女子学習院に入学。父が、 大阪府堺市立水族館館長に就任したので、堺に移住したが、戦時中で勉学ができる環境になく父のもとを離れ、再び女子学習院に転学。終戦後は、京都府立女子専門学校に入学。卒業後、大阪市立女子専門学校の研究室に勤務。その後、新生大学となった、慶應義塾大学文学部に入り、 古代から中世にかけての日本史を研究し卒業、文学史。受け玉の徳度式母厚子が善光寺にお参りに行った際、いとこで副住職を務めていた一条と光より後継者を探していることを伝えられる。受け玉は本人自ら仏門に入ることを望み、1955年、先々代の保守代、宮友久氏の府邸となり、大本願に入山を徳度する。 その後、千温院にある二州学校に入学をし、修行をする傍ら、仏教大学通信課程を卒業、大谷大学大学院に進み、中国仏教を研究、修了後大本願に戻る。1959年、仙台の一条、友光保守の元副住職を務め、1997年4月の会長中に、仙台の引退により、保守に就任した。 受け玉は、代々受け継がれている、早朝の五十頭町代の儀、会長時の同志などの、数多くの務めをこなす。また、2007年秋に前年より入山した、高塚佐受け栄へ4月2日、病気療養中の大宮地震に代わり、副住職となるお養女とした。受け栄への出身の西方寺の歴代住職に、高塚佐家出身者が多いという縁による。また、 大本願では、福祉事前事業として、乳児院や特別養護老人ホームを営んできたが、最近はグループを経営している。ありがとうございます。